西東大起動目指せ博学王薄い方のね。はーい、ご無沙汰言うても来る周期決まってるんですけど、はい、はい、もう3月も入っちゃいまして、はい、ね、1月2月3月あっという間に行くいう話をよく言われますけども、もうすぐ、まあ、お花見のシーズンですというところで、春のうんちくみたいなことを喋ってみようかなと思います。はい、で今日春のうんちくで喋れることいくつか用意しておきました。ランドセルについて、桜おるバカ梅おらぬバカ、運動会がなぜ秋から春になってきたのか、そして三色団子、春一番なんで春一番っていうのか、桜は腹黒いんだぜっていう話、お花見の時になんで人間はあんなに興奮するのか、それから学生服の第2ボタンをなぜプレゼントするのか、ね、この辺の話を持ってきて、事前に劇団員の皆さんに何が聞きたいって聞きましたところ、3つ決まりましたんで、それについてお話しします。じゃあ簡単なところからまずいこうかな。三色団子、はい、三色団子の色覚えてる人、何色がある？はい、はい、しんちゃんどうぞ。桜色、白、あと緑。はい、もう今最初に何て言いました？桜色、もうそれまさにその通りの答えです。はい、さあれはね、季節を表してるんですよ。うん、でいわゆる赤っていうか、あれは桜を表してるんで春の団子です。うん、緑は季節いつでしょう？夏じゃない？夏ですよね、その通り。そう、新緑とかね、新緑って深い緑なのね。うん、じゃあ白は冬しかないですね。そうでしょ、春と夏と冬があります。うん、なんで秋がないんでしょう？分かった、はい、飽きないだ、正解。そうやね、秋が来ないっていう意味と、この団子で金稼ぐぜっていう意味で、はい、この三色団子っていうのが生まれたんです。なるほど。もう僕が答える前に言う前にもうすげえな、しんちゃん頭へ一とこまで、ね、そう、秋ないんですよ。で次も、次桜が腹黒いっていう話、なんでどういうことかよく分からんでしょ。分からないです。みんなちょっと想像してほしいんですけど、桜の木があります。当たります。桜の木の下ってどんな感じ？下、どんな感じ？桜の木の下、地面ってどうなってる？桜の木の下の地面って、普通じゃないの？土がある土がある土がある、うん、土がある。だいたい土が顔出してるよね。そうじゃない他の木の下ってどうやろう？そんな土ばっかりってわけでもないよね。結構緑が草が生えてるね。いやね、でも桜の木の下って不思議と草がないんですよ。ああ、そうなんです。それはなぜかと言いますと、桜の葉にはね、毒が入ってるんです。へえ。人間には影響のない毒らしいんやけど、これが雨降ったりとかすると、その毒、葉っぱの持ってる毒が落ちたり、葉っぱ自体が落ちたりすることによって、地面に他の植物が生えないようにさせてるんだって。なるほど。そう、自分が成長をするためにそういう風にしてるっていう、なかなかの知恵ですわね。栄養が持ってかれない。じゃあ桜の葉を置いといたら除草剤になる。そういうことやわな。あ、そうなるか。そういうことやわ。へえ。これを僕も知った時はおもろいなと思った。だって桜って言ったってさ、まあまあソメイヨシノはクローンの木やからいろんな種類はね、もう300種類ぐらいあんねんて。そうですね、どの桜もそうらしいわ。あ、そうなんだ、へー、おもろいね。はい、じゃあ皆さんからリクエストがあった最後のやつ、第2ボタンをなぜ人にプレゼントするのか。まあ大体今もブレザーの学校が多いんで、こういうのもめったになくなってきたんやけど、学生服、学ランやった頃っていうのは、卒業式になりますと自分の好きな子やったり、大事な後輩にやったりとかね、こう第2ボタンあげたりするんですけど、あれちゃんと実はその昔から理由があって、第2ボタンって大体どの辺の位置にあります？学生服のボタンでこう5つあるんですけど、心臓ですよね。うん、心臓っていうのは人間にとったらすごく大事な器官です。実はこの学生服っていうのは、元々のデザインは軍服でした、日本では。で、兵隊さんたちが戦地に赴くときに、自分の心臓に一番近いところのボタンを妻であったり大事な人に渡していったんですって。うん、そのエピソードというか、そのあれが残ってて、学生服にも生かされてた。なんとドラマチックなお話とか思って、もうおばちゃんが言ってまうわと思った。まあいいや、いろいろありました。それでまあまあ僕ら演劇の世界に生きとるんで、
一つこの演劇っぽい話で締めようかなと思います。あの仕込みのお客さんのことを桜っていう言い方しますよね。はい、はい、なぜそういうふうに桜っていうのかご存知の方、はい、いらっしゃらないようですね。では、桜の花はどういう花でしょう。花見の時期、桜の花のイメージってどう、どういう花というか、どんな感じがする、その咲く頃から散る頃から全部含めて。儚い。あ、なるほどね、儚いね。一斉に咲く。一斉に咲くね、うん、まあ近いもんがあります、うん、その瞬間だけバッと咲いてバッと賑わしてさっと消えるよね、うんうん、仕込みのお客さんってそうじゃないですか、うん、その盛り上げたい時だけ追ってくれて、うん、みんなうわー言うてくれるけど、うん、終わったらお仕事悪いから帰るじゃないですか、うんうん、その様が桜の花の様に似てるっていうことから桜を仕込むっていう言い方になったんですって、ね、はい、一瞬だけ咲くという。ちなみにそれはいつぐらいからなんだろう。いや、もう結構昔じゃない。あ、そう、うん、時代的には見てないけど、歌舞伎の頃じゃないの。だってこの桜っていう言葉自体は古いもんね、あの演劇界で使う桜っていう言葉自体が、はい、本当はね、まだまだ喋りたいこともあったんですけども、選んでいただいたのがこの3つと、そしてその桜、仕込みの桜について話したかったんで、はい、まあ浅い知識なんで信じるか信じないかはもうお任せします。また次回お会いしましょう。さよなら。